好きなアニメを教えろくださいっていうことで、コブラですか？コブラも好きですし、ガンダムシリーズも好きですし、うん、カウボーイビバップも好きですね。最近面白かったアニメあります？最近、まあ、原作が面白かったんで、そのまま見たんですけど、週末のワルキューレは見てましたね。面白かったな。キングダムもあと面白かったかな。ああ、はいはいはい、はい。僕なんか、アニメの面白いやつをなんか見る体力がなくて。でも映画の面白くは見るんですよね。あ、映画は2時間で終わるじゃないですか。はい。アニメって13話まで全部見ようとすると6時間ぐらいかかるじゃないですか。ああ。なので、面白かったよって言われたやつが終わってから見たいっていうタイプなんです、ね。あ、それはむちゃくちゃわかります。だから僕、ワンピースはもう読まないって決めましたもん。あ、でも、キングダムも見いいんですか？キングダムはなんかもう追いついてても、あれは言ったら、オチを知ってるじゃないですか。歴史物だから。そうですね。ネタバレしてるから、別にそれをどう書くんだろうの楽しさで、歴史物って意外と楽しめるんですけど。あ、そこはいいんだ。はい。オチかやっぱわかんないものを、やっぱ、終わっ、確かに。はい。終わらない、うん、終わってない状態でよ、チャレンジするのはもったいないなと思うのと、あと、毎週やってるアニメって、最後切ってもいいなってのがあるんですよね。はい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 。面白くなかったっていう結論で自分出しちゃってもいいのかなって気もしますね。確かに僕もワンピースは終わるの待ってますね。はい。だから早く終わってほしいっていうとファンに怒られるかもしれないですけど、すごく見たいがゆえに早く終わってほしいですよ。はい、好きだからゆえに。第1部巻とかでなんならいいんですよ。はいはいはい。ここで早く終わりたいって。おし見れるってなるんで、はい、僕もそういう意味で終わるの待ちです。すいません。